一応10個考えてみたんだけど、一つ目がディズニーランド。ディズニーランドは入ってません。あ、なぜかとそいうと、う。アメリカにもあるかああ、そうだね。ら。アメリカでも行ったことあるの？ある。ああ、いいね。広いんでしょ？そう、日本よりは広いね。でも、東京ディズニーランドのいいところは、狭いところに集まってるから、行きやすい。回りやすああ、い。なんで、広くて歩くのが大変なんだ。ああ、そうなんだ。あれより広くて、あれより歩くのは大変だよね。きついね。きつい。なるほど。そっか。でも一度は行ってみたい、アメリカのも。好きなアイドルの、例えば K-POP のアイドルのグッズのお店、新大久保とかにありそうな。あります。ああ、入ってま入っす。てんだ。ああ、入ってるね。ここあは、と、来ました。と次が、お寿司屋さん。お寿司屋さん、入ってません。そうなの？お寿司はあん実まりは、好きじゃない？アメリカにももう来てるから、回転寿司は。でもさ、違くない？お寿司の種類とか。ネタは多いよね。日本の方が多いし、美味しいんだけど、回転寿司には慣れてるっていうことと、私はすごい感動したけどね。原宿の、あるところに行って、くら寿司なんだけど、他にもいろいろお寿司屋さんあると思うんだけど、行ったところはたまたまくら寿司で、とてもなんか日本風になってて、感動しました。デパ地下の食品売り場？デパ地下。いいよね。デパ地下ね。あれでしょ？いろいろスイーツとかもあるし、変わったお惣菜屋さんもあるし、と思ったんだけど。特には入ってませんでした。あ、そう。なんだろう、いろいろ若い子が好きな店あるでしょ？それで原原宿。宿かなーって。原宿は入ってます。おー、入ってる。原宿は、かなり上位に入ってます。あたりです。あ、そうなんだね。上位に入ってます。原宿はやっぱりね、皆さん外国人の方は行くけど、やっぱり楽しい場所。そうとなんてもだ。楽しい。やっぱね、いり。ろいろあって。
あたりそで。れとね、あとね、6位がね、なんか、おじいちゃん、おばあちゃん家の和室、かっああ、こ、畳ね。の部屋の布団、もしくは旅館。和室は特に入ってません。あ、そう。まあ、そっか、今まで見たことないわけじゃないからかな。そうだね。実家にも一応あるしね。畳の部屋がね。うん、そうなんだ。だもうからあま別りに。そんな珍しくはないイメージかも。ああ、なるほど。ブックオフ。ああ、ブックオフね。ブックオフ。入ってません。あ、そうなんだ。なんかね、テレビでやってたんだよね。外国人に人気って。人気は人気。好きでね、よく行ってた時期もあった。じゃあ8位をまたラーメンで食べ物にしたんだけど、じゃあこれも入ってないか。ラーメン。ラーメンも、入ってません。あ、そう。ただね、そっか。ラーメン博物館に行ったのね。それはすごい良かったって言って。あ、そうなんだ。なるほど。でも好きな場所だと、とても。そうでたしだ、ょ。そこもさ、人気あるって聞いたよ。私すごい良かったよ。私多分10位の中に入れる。そう ちょっと。昔の設定になってて、すごい良かった。私はね。そっ楽か。しかった。駄菓子屋さんもあったしね。で、9位が、これもね、多分ね、入ってないと思うんだけど、なんか他に思いつかないから入れたんだけど、温泉。ああ、温泉ね。温泉。私は入れるよ。だけでしょ？ど。でしょ？なんか私多分ね、バービーが選ぶそうベでスす。ト10だったらね、だいぶ当てられたと思うんだけど。私は入ってる。かなり入ってる。でしょ？そっもう本当、か。全部私の答えです。だよ正ね。だ直。けど、そっか、旧温泉もなしか。まあ、じゃあ、温泉ね。あのね、昴生はあの、入実んのとないこのろ、温か。泉は嫌いです。うちのああ、子は。そう。裸になるそっの嫌か。だって。それは、なんだろう、外人の感覚なのかな。と思う。でもさ、なんかさ、外国人もさ、日本に来たら行ってみたいって、なんか言いそうだけどね。いや、試す人はたくさんいると思う。でもまあね、微妙に女子高生10代には、ちょっきついっとて。抵抗があるのかね。抵抗あるって言ってた。裸にはちょっと人の前で裸になってまでお風呂に入りたくないって言ってたよ。もうそれはもうあれだね、文化の違いだよね。最後に、どこっていうのはちょっとわかんないけど、まあ、ざっくり神社とか寺？神社、お寺。入ってます。しか意も、外。上位です。何箇所そうかなの？入っそてる。れは意外だね。やっぱりほら、アメリカにないかっていうのもあるかもね。神秘まあ的。ね。あ、珍しいものをそう。見たって感じ。そうなんだ。へえ。